皆様こんばんは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は12月24日金曜日ですね。時間は21時43分ぐらいですね。いわゆるクリスマスイブという日ですね。皆様どうお過ごしでしょうか。私はですね、先ほど、家族3人で、ささやかな、クリスマス会を自宅で、開きですね、今、こうして、自宅の駐車場に止まっている車の中へと一人で、妻と子をですね、娘を置いて車にやってまいりました。なぜかというとですね、今日届いたんですね、こういった物ですね。はい、佐川急便さんから、荷物が届いたんですよ。見てください、立派な段ボールですね。これはですね、何かというとですね、ちょっと待ってくださいね。はい、これはですね、これになります。はい、デクスコアですね。こちらの、ファーストミニアルバムですかね、が届いたようです。今日はですね、今から、開封の儀をですね行いたいと思います。使う刃はこちらになりますね。今から、開封の儀を始めたいと思います。はい、開けました。では開封します。暗い中申し訳、見づらくて申し訳ないんですが、こんな感じですね。緩衝材が入ってます。おー、出てきましたね。まずですね、これですね、ほら、フライヤーですね。2枚、あ、2枚じゃないや、こっちは伝票ですね。1枚入ってましたね。はい、デックスコアの、12月、22日水曜日、発売された、作品になりますね。18でよろしいんですかね、読み方としては。もし読み方が間違ってましたら、メンバーの方々、ファンの皆様申し訳ございません。前回の2020年の9月の30日かな、ね、リリースされた、メタブサイコシスね、あれももう最強の、作品だったんですけど、あれはね、フラゲできたんですけど、今回はね、2日遅れの、到着というところでしたね。うわ、すごいっすね。あ、鏡さんだ。ちょっともうここまでに しますけど、なんだろう、型紙にこう厳重に、梱包されたね、出来たてほやほやの、ちょっと写り悪いんですけど、これエキストラのバージョンですね。これが、今回は購入した、物となっております。これ鏡さんのね、最高の、なんでしょう、アーシャのフォトなんですかね、これね、まあいいです。が添付されてますね。とにかく、ディムリムでね、
相当メンタルやられてましたんで、それをねうまくこう心の安らぎとなっていただけるような作品であると、期待してね、この後ちょっと、まあ、今日は今夜は聞けるか分からないんですが、まあ、明日にはね、必ず、一聴はしたいなと思ってます。はい。まあいつもながらね、ちょっと歯切れの悪い、まあ、お話で申し訳ないんですが、そしてですね、どうしてこうデックスコアばっかりこういつも開封の儀をやってる、感じになっちゃってるんですけども、まあまあ、要はね喜びを伝えたいだけなんですよということで、今夜はね、これで終わりにしたいと思います。皆様素敵なクリスマスイブを、お伝えお過ごしくださいませ。またお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。ちょっと酔っ払ってました。すいませんです。また。